12月22日、今日は加藤先生と一緒にベール滑ってます。2日続いたストーム、今日は晴れました。今マイナス12度、だいたい30センチぐらい降り積もったのかな。はい、加藤先生、シベリアボールを滑る。はぁ、一気で、最高です。雪とてもいいし、今日はよく見えるし。ゴーナイスリカバリー。お、オッケー、気持ちよく入りました。これはモンゴリアボール。そしてティーバーも見えます。ティーバーも動いてます。